リチャード・ウェイ・ストールは、イギリスの画家である。肖像画や歴史画を描いた。ノーフォークのリー・ファムに生まれた。母違いの弟二人も画家になり、ウィリアム・ウェイ・ストールは、風景画家として知られ、オーストラリアを旅したことで知られている。母親が死んだ後の1772年に、ロンドンに出され、武器装飾の銀在区職人の見習いなどをした。画家のアレファウンダーに画家になることを勧められて、 1785年から王立美術院で学び始め、王立美術院の展覧会に出展を続け、1794年に美術院の会員となった。1790年から5年間、後に王立美術院の会長となるトーマス・ローレンスと一緒の屋敷に住んだ。水彩画も得意で、肖像画や歴史的な出来事を題材とし、ウィリアム・シェイクスピアの擬曲の場面を描いて、 複製版画で出版するプロジェクト、ボイデル、シェイクスピアギャラリーの原画を多く描いた画家の一人で、ある。ありがとうございます。